はい、皆さんこんにちは。今回は先に断ってきますがネタ回もうわけわからんデュエルばっかりしてたんで、それを見ていただこうと思います。まずお相手はジャンド、こちらはもちろんめちゃくちゃ事故ってますということで、ジャンドということでね、メタバース発動していきましょう。メタバースの効果で発動するのはもちろんこちらネクロバレですね。これでジャンクロの効果は無効になっていきます。そしてお相手シャスでジャンコンバーターとしようとしますが無効でサレンダーですね。もう訳がわからない。そして2戦目見ていきましょう。またまた事故ってます。スキル奴隷と、メタバース伏せて単位度ですね。お相手はサンダードラゴン、まあもちろんサンダードラゴンが見えたんでメタバース発動していきます。そしてネクロバレー発動、相手ねサンダードラゴン起動していきます。まあ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 、ここはいいでしょう。でここの獣発動ということで、雷獣竜が切れたんでね、増陣投げていきます。てかね、ここ増陣投げるの早かったですね。雷獣竜の効果にチェーンして増陣じゃないとダメです、よく考えたら。まあいいやということで、まあお相手なぜかね展開してくれてるんでとりあえず雷電竜の効果で雷電竜サーチ、そして雷獣竜の効果で雷電竜特殊召喚ですね。でそのままリリースして、超雷竜サンダードラゴン特殊召喚していきます。まあ増陣以下でこっち事故ってるからこんなに展開する必要あったのかとは思いますね。でお相手そのままダイレクトアタックと、で2体のモンスターで、トレミアフェニックスですね。で効果でネクロバレー終わりにいきます。あんま割られるの嫌なんでね、スキドル発動していきましょう。こっちプロトコルあるんで強気にスキドル発動していきます。でトロミアフェニックスの効果は無効ということで、お相手サレンダー。ネクロバレー強すぎということで3戦目ですね。はい、まずは炎舞天気からフラクトール、もうお相手はトライブリゲートですね。フラクトールの効果でキット、キットの効果で、ナーベルですね。次は、はい、ナーベルの効果でサーチしてくるのが、何でしたっけ、ケラスか、ケラスですね。ケラスの効果ビースト族切って特殊召喚、墓地から除外して効果発動するんで、それに合わせて無限包囲を打っていきます。まあ正直これだいぶきつかったですね。ということでキラスの効果は無効になります。で相手蓄積してエンド、こちらまず金剣から発動していきましょう。ということで応急の直面クソカードですね。なんでそこにチェーンして、とりあえず次のターンフラクトール発動されたら嫌なんでフラクトールから取っていきます。ナーベルが2枚落ちてるんで、まあ発動する確率が一番高いのはフラクトールかなっていう感じですね。ということでマリオネッタ召喚、足りていないマテリアリゼーションセットしてプロトコルセットで取っていきます。でお相手のターン、応急の直面のライフコスト700、そして炎舞天気を発動、自分で直面を張っている、さらにゴードン発動、デッキトップを除外するだけ。何がしたかったのかわからないよ。サレンダー。スキルドレインオルターガイスト取りたかったのに、こんなんばっかり取れました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。